8月24日シバロ鈴鹿ロードブース巡ります。はい、よろしくお願いします。AD藤本です。本日なんですけどね、三重県は鈴鹿市鈴鹿サーキットに来ております。本日開催されてるのはね、こちらシバロさん主催のレースとなっております。この鈴鹿サーキット走れるというね、すごい贅沢なレースになってるんですけども、今回の動画は、見ていただいて分かるようにたくさんのブース来ております。そのブースをね、AD 藤本が巡って皆さんに最新商品だったり、あ、これもろいなっていう商品とかをお伝えできたらと思ってますので、何卒最後までご覧ください。はい、ということで早速やってまいりました、シバロさんのブース、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。とりあえず1個ずつ見させてもらうんですけど、はい、シューズは新しいの出たんですよね。はい、シューズは毎年新しいのラインナップしておりまして、はい、今回エスパイアのトラック用のシューズパワーと、はい、トライアスロンモデル、あとは RC7 と、はい、RC3、はい、と RC1が今回新商品となります。え、もう全部じゃないですか今の。いや、全部じゃないですよほぼ全部いけませんでした。ほぼ全部で、特にこれが今パワー、これがそうですね、これはタイムトライアルとクリテリウムと、あと競輪選手が履いてもストラップが当たらないように作ってるモデルですね。あのパリでも使ってたんですよね。パリでも使ってますね、トラック選手が、はい、商標があるんで使えない。パリはいいですよね、パリはいいですよね、はい、パリでも使ってたんですね、はい、夏の祭典で使ってました夏の祭典で大人の世界ややこしいな普通のエスパイアとどうちゃうか、パワーは、こちらがで通常版の903なんですけど、はい、ボアが一つしかないんですけど、1個になるんですね、はい、競輪選手が履いてるペダルっていうのが、はい、昔ながらのクリップペダルって、ここ足突っ込んでベルトで固定するタイプを競輪選手は使ってるんですけど、はい、競輪選手が使ってもこのボアが当たって痛くなったりストレスがしないように作ってるモデルとなってますね。あとはですね、競輪選手未だにって言ったら失礼なんですけど、裸足で履く方いらっしゃいますのでそうなんですか。そうなんですよ。なのでこの中のタンの部分の作りが通常のエスファイアと違っていたり、あと柔らかくなっていますので、思いっきり締めた時にも足当たりが優しくなってます。トラックやからソールの剛性が高いとかないんですか。ソールの剛性は同じです。一緒、はい、ちなみにトラック用ですけどロードの人使ったらあかんの。ロード使いますよ。シバロの選手はロードレースでも使ってますし、あ、そうなんや、その皆さんの好みに合わせて使っていただければと思います。で、続いてこちらがトライアスロンモデル。トライアスロンモデルは今までエスファイアの冠がついた商品なかったんですけど、はい、今回パリの祭典に合わせて作っておりましてもう言い方決まりましたねトライアスロンモデルですので、トランジッション、はい、スイム終わってからバイクに飛び乗るんですけど、そのトランジッションの時にスバイクシューズ履けるように設計してますので、このストラップ、ワンストラップと、あとこのボアでやってますね。あとこちらもトライアスロン裸足で履きますので、中が通常のシューズより柔らかく作っておりますので、足当たりが優しいというのが特徴ですね。で、他も結構新しくなった。そうですね、セブン今年の7月2日に新商品としてリリースしておりまして、はい、エスファイアの弟分のような存在となっておりますので、はい、上がエスファイア、下がセブン、はい、パッと見あれエスファイアかなと思うんですけど、使うライダーの客室に合わせて作っておりますので、ソールの剛性下げていたりとか、はい、ここのヒールカップの形状が変わっていて、まあ、シューズの剛性が少し優しくしてるとか、そういう違いはあるんですけど、まあ、構造自体はエスファイアとほぼ同じな、同じ構造で作ってます。値段差ってどれくらいあるんですか。エスファイア56,000円ですね。56,000円、RC7 が36,000円ですね。なるほど、だからその辺でも、まあ、ボリュームゾーンやからちょっとこうエスファイアよりお買い求めやすい。そうですね、なるほど、はい、あとまあこの7の下に RC3 っていうのもラインナップしておりますので、はい、エントリーライダーでしたり、まあ、幅広いライダーに使っていただけるシューズかなと思います。で、RC7 とかもソールがやっぱりカーボンになってますので、初めてサイクリングシューズ履かれる方はどちらかというとこの樹脂のソールの方を履いていただいた方が、もしかしたら足の裏が痛くならないと、まあ、使うシチュエーションに合わせて使っていただければと思います。あとめちゃめちゃレアなものあります、はい、これ荒城選手のシマノのスポンサーライダーなんですけど、はい、荒城選手が後半のシーズンを履くモデルとなっておりまして、初公開ですね。これ初公開なんですか。はい、荒城選手石垣島出身ですので、はい、石垣の海と美しい空をイメージしてこれ作ってまして、であとここ、ジロ5回、2、7回、ベルタ4回、オリンピック4回、あ、オリンピックって言いました夏の祭典4回っていうのを、岸田荒城選手のスペシャルデザインのモデルとなってますので、はい、
これまあ後半戦また履きますので皆さん注目してほしい。足元見てくれ、足元見てくれということで、はい、はい、あとはもうちょっとフィッティングいきますか、はい、そうですね、靴のフィッティング、はい、もう朝から多くのお客様体験いただいてるんですけど、はい、なかなかこの全サイズ販売店様で置いてる機会ってないと思いますので、こういうイベントで島のブースでは積極的にフィッティングの方も実施してます。そうってプロが見てくれたらありがたいですよ。なんか自信持てるじゃないですか、サイズに。そうですね、島のスタッフがしっかりアテンドしますので、はい、シューズって今島のの場合ですとハーフサイズまで用意してますので 0.5 刻みで用意してるモデルもありますので、あの皆さんの足に合ったものをしっかり履いていただきたいな、うん、思いからこういうフィッティングを実施しております。他はヘルメットとかもあるんですか？ヘルメットあります、はい、あと言うの忘れてましたけど、シューズ国内で扱ってるモデル全部今日持ってきてます。これ70種類ありますんで70種類、はい、ヘルメットこれレーザーもシマノのグループ企業になってますので、はい、アジアフィットで作り直してますので。あ、そうなんですか。日本人の頭にも合いやすくなってます。基本どれ買ってもアジアフィットなんですか？おおむねアジアフィットにします。ちょっとおすすめかぶらしてもらおうかな、はい、おすすめは、はい、ハイエンドモデルの Z1 ですね。 Z1 レーザーの面白いのってウエースなんですよね。そうここでできるから、この後ろポニーテールの人とかが割と後ろにボアがないからやりやすい。おっしゃる通り、さすが元元ショップ店員、元ショップ店員です。このレーザーの特徴は、あの安全機構をしっかり作ってますよっていうのがありまして、はい、中にキネティコアっていうレーザー独自の安全機構を入れてまして、ここのブロックの部分が転倒した時に潰れることによって脳への衝撃を和らげてくれるっていう。ミップスとか入れてしまうと、この作りたいヘルメットの形状を少し崩さなきゃいけなかったり、1枚シート入れますので熱くなったりとか重量が増えてしまうんですけど、空気の通りもいいですし、軽量化で、そして安全性というのを担保しております。一石何鳥にもなってるんですね。そうです、すごいですね。これはでもおなじみなホイールが多いですね。人気の36層 C50 持ってきてまして、はい、ジラエスとアルペグラ両方持ってきてますので、11足のお客様も、まあ、当然12足のお客様も使えるように持ってきております。シマノのホイールの特徴を言うならどういうところが特徴になりますか？シマノのホイールの特徴は全部自社工場で完結してますので、まあ、品質もそうですけど、補修パーツを迅速に届けることができますので、例えばですよ、あの落車してスポーク折ってしまったとかあっても、全国のお店さんでスポーク1本から取れたりとか。確かにそうや。カブのベアリング交換、まあ、どうしてもベアリングの方も減ってきますので、その際にもすぐにメンテナンス交換できるようにしてください。性能だけじゃなくて買った後安心だよってのがやっぱ島の売りな部分ではあると。そうですね、はい、あと競合メーカーのことあまり言えないんですけど、はい、ハブはハブメーカーさんで、はい、リムは自分のところで作ってコンプリートホイールにしてると思うんですけど、そうするとやっぱりハブの設計も、いろんなリムに合わせて作ってるので、まあ、100% 性能が出てない場合があるんですけど、うん、島の場合はハブも全部専用設計で、でスポーク全部リムも島の自社工場で作っているので、そこが競合のメーカーと違うところだと思います。なるほど。はい、ということで、まず第1弾として、島のブースさんを巡らせていただきました。はい、で今これ配ってるんですか？そうですね、メールマガジン登録していただいた、今島のオンラインストアありますので、これのメルマガですね。オンラインストアでサングラス買いましたもんね。はい、ありがとうございます。そうだからもう藤本さんはもう会員だから、もうこれ無条件で差し上げます。これただその商品自体はマサックに行ったんですよ。あの詳しくはこの動画見てください。はい、あの決済の履歴しっかり確認してますんで。いや、ほんまに買ってるわって。さ、それはほんまに買いますよ、ちゃんと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあまたオンラインでいろいろ買い物させていただきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、ピナールのブースに来ております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日どんなの展示してるんですか？今回は、はい、ニュードグマ F のみ、はい、お持ちしております。のみのみ、もうこれだよと、うちはそう、うちはこれだよって、もうこれ見てもらったらもう全てが分かる、分かると。はい、今回初見でお見せしてるのがこのイネオスグレナディアズのチームカラー。あ、これもう販売してるんですか？はい、販売してます。前だから僕が展示会来た時はまだなかったからですね。ちなみにその展示会の動画見てもらったら詳しい解説もあるんで、ぜひそちらも合わせてご覧ください。カラーの特徴とか聞いてもいいですか？せっかく新色なんで。はい、去年のチームカラーとそう大きく変わってないように見えるんですけども、はい、オレンジから赤にかけてのグラデーション、はい、フェードの部分がすごいきめ細かいロングフェードになってるんで。しかもこれ面白いなと思ったのが、ここはカーボン柄なんですね。そうです、
ここのグレナディアーズ、あ、グレナディアーズじゃないの、グレナディアーズ、チーム名的には S なんですけど、はい、そこって結構微妙なところで、はい、チームとしては複数形じゃないですか、はいはい、グレナディアーズなんで、はい、名称とかでいくとグレナディアになるんです。そうなんや、はい、でこれは名称だから、名称だからグレナディアーなんですね、はい、でまたこれすごいのが、これここ見えます、これここだけ黒なの、これはヘッドパーツとか、このヘッドパーツキャップとか出すためですかね、このここが黒いからここを黒くすれば色の変わりが綺麗じゃないかっていうような感じですよね、多分。これってちなみにフレームセットで値段変わるんですか。いや、一緒です。あ、一緒なんですか、はい、これレギュラーカラーなので得した気しますね、これ色数が多い文字も多いから、うん、今一瞬何が得なのかなって3色使ってるから、まあね、他のやつは1色とか2色のやつが多いからね、だって絶対これが一番ペイント高いですもん、お買い得よ、でもペイント絶対これがお金かかってますからね、これこれはちょっと他のカラーも見させていただきます。特徴的なカラーリングでいくと、はい、あっち正面に置いてるこの辺がちょっとこう特徴的な、これすごい人気なんちゃいます、ラクスターベニス、ベニス、まあ、ラクスターっていうのは新しいペイントなんですけども、はい、マットすぎず、はい、ツヤでもなく、はい、というちょっと金属っぽいような、ね、質感があると思うんですけど、光の当たり具合によっては色が、まあ、ガラッと変わるんで、はい、今日なんかやったら太陽の下やから、ちゃんとね皆さんが乗る時のカラーを見ていただけるっていうような、うん、見る角度によってだいぶ色目変わるんで印象変わると思います。でこっちの濃い方のブルーなんかですと、はい、もっと分かりやすいですけど、ね、青く見えたりパープルに見えたりグリーンに見えたり、カメラの位置こう変えていただいたら多分こうカメラ越しでも若干色がフェードで変わってるのが分かるんじゃないかなっていうようなカラーですよね。だからブルーって言ってるけどパープルって言ってもおかしくない感じのカラーですよね。ほんであれがまあまあブラックだけどツヤありとツヤなしの部分があるっていうような、まあ、ここはもう定番のブラックオンブラックですね。ブラックオンブラック、はい、あれボブって読み方合ってるんですか。ボブでいいです。ボブっていうね、はい、カラー、まあ、ブラックオンブラックで、これがこちらが何色かあるんですか。オーリックイエロー。こちらがオーリックイエロー、はい、これはもうネオン系、もう見たまんまネオン系カラー。いろんな人がもう市場で乗ってると思うんですけど、どんな評判を受けてます。まあやっぱりよく言われるのは合成が上がってるねっていうのは言われるんですけども、はい、確かに合成は上げてあるんですけども、特にビビ周りの合成っていうのはもうかなり硬めに作られてますんで、はい、ただまあそれが足に来る踏み分けるような硬さではないっていう感じですね。このヨーロッパメーカー独自な上品な乗り味になるっていうような、硬すぎずバランスの取れた感じの。そうですね、うん、なるほど。まあピナレル一番重視するのはやっぱその今言われたバランスっていうところなので、はい、ただ硬いだけのバイクではないです。ないと、うん、はい、ということで、ピナレロブースでした。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。次のブース行きたいと思います。続きましてカンパニョーロのブースに来ております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早速ね、すごい目を引いてると思うんですけど、こちらチューブレスレディータイプのトラック用のホイールのギブリ 0.9 になります。トラックホイールは一般的にはチューブラータイヤを使ってたんですけれども、ね、はい、チューブレスレディータイヤの性能がすごく向上しているので、はい、それに対応した新製品になります。ここはこういう風にクリンチャーのような感じになってるんですよ。今までもうチューブレからこうペターンとした感じだったんですよね。タイヤを接着剤で貼り付けるタイプだったんですけれども、ね、はい、今回はチューブレスレディータイプになってます。それだけタイヤの性能が上がってると最近、はい、変わった点としてはチューブラかチューブレスレディなのかってとこだけなんですか。これは基本的にはそれですね。で、あとはリム幅等も太くなってます、はい、太くなった、はい、だもう最近のトレンド寄りになったっていうイメージですか。そうですね、はい、エアロ効果が今高いものになってますね。これ実際あれですか、最近行われたパリの、はい、アメニチドのあの大会で、大会でも、はい、メダルを獲得してます。え、はい、そうなんですか、はい、それは競技はチームスプリントのチーム GB グレートブリテン等がこちらを使ってます。それ以外にもイタリアチームのダンヌキチームでも使っている選手もいましたし、はい、トップ選手の好みによってチューブラータイプか、はい、こちらの新製のチューブレスレディータイプ使い分けていますので、はい、お値段どれくらいするんですか。こちらは60万超え、フロントが約61万円、リアが66万円になります。フロントもあるんですね。はい、フロントもこんな変えちゃいますよね、この。あ、同じです。え、フ
ロントもこの前面ディスクなんですか。はい、屋内バンク等ではもう前後ディスクで使用しますので。そうなんや、はい、僕は勝手な僕のイメージなんですけど、前はスポークが3本とか、ね、はい、バトンホイール的なイメージがあったんで、はい、前も後ろもこれなんや。タイムトライアル系とか、はい、チームパシュート等は前後ディスクが主流になってますね。そうなん、前後このホイールつけたらどんな乗り足になるんですか。あ、もうそれはワールドレコード出せるぐらいの乗り味。ワールドレコードの乗り味、はい、空気抵抗100点みたいな感じの乗り味になるんですね。はい、もう転がり軽くて、はい、空気抵抗も感じないような。なるほど。で、他にも何かあるんですか。他ですと、はい、あ、これカンパニオロから初めてのパワーメーターが出た、今年、はい、発売されました。はい、これパワーメーターどこに入ってるんですか。わかんないですよ、パッと見。右クランクアームの、うん、スパイダー部分ですね。ここに入ってます。ここに入ってます。これがパワーメーターとなってるんや。はい、歪みで取ってるってことですね。そうですね。アーム4本あるんですけども、はい、各アームに4つずつ歪みゲージを入れているので、合計16個です、ね。すごっ、めっちゃ精度高いじゃないですか、じゃあ。精度めちゃくちゃ高い。誤差がプラスマイナス 1% になってます。スーパーレコードだけですか、これ入ってるのは。12速のスーパーレコードワイヤーで吸おうとして、はいはい、出したものになります。ここで怖いのは後で変えれなさそうなチェーンリング。あ、チェーンリングは普通にボルト交換で。あ、いけるんや裏から、はい、他なんか今日あるんですか。今日は一つ別に、まあ、はい、キーホルダーですね。わわわ、これもう自転車好きにはたまらない。ダブルレバー、ダブルレバーの、この昔の変速のレバーですわ、はい、これも販売してるってことですか。そうです。これ普段は非売品。カンパニョーロ、イタリアの、はい、ホームページ上から買うことはできるんですけれども、はいはいはい、国内ではもうこういうイベントだけでの販売になります。そんな聞いたら買いたなりますね。ありがとうございます。あと特化品なんかもあるんですね、あっちに。とかも、はい、置いてます。特化品はなんか要相談って書いてて、イベントならではな楽しみ方ができるっていう、はい、まあ。それは実際にイベント来ていただいた方だけの、はい、見ていただいて、はい、まあ、来年ももし出るやったらまたこういうのもあるかもしれないですから、はい、ぜひ皆さんこれ見た方はまた千葉の鈴鹿ロードに来て、カンパニオロさんのブースに足を運んでください。またよろしくお願いします。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、ジロブースにお邪魔させていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日なんかこうジロのヘルメットの推しとかあるんですか。このアリーズスフェリカルというヘルメット、はいはい、こちらがもう今道押しのヘルメットになってますね。これどういった特徴があるんですか。ジローの独特の構造にはなるんですけども、はい、ヘルメットが二重になってまして、ヘルメットそのものがニップスの機構として動いてくる。はい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 。でヘルメットが二層になっている分、はい、中と外で発泡スチロールの密度も変えて、はい、それぞれこう衝撃を吸収しやすいスピード域っていうのをわざと役割も変えてたりするんですよね。なので、まあ、そういう意味ではミップスの今一番新しい安全機構のついたヘルメットという形になります。これ確かにすごいですね。動き見たらすごいですね。まあ、普段風で動いちゃうとかそういうことではないんですけどもね、転倒、はい、した時にはこれによって脳に後遺症を与える可能性を下げてくれるっていうミップスの機構ですね。これってね、こけて滑った時なんかも首守ってくれそうじゃないですか、うん、ヘルメット部分が滑ってくれて首がこう持ってかれない、ね、ここがこう動きますからね。で、これお値段どれくらいするんですか。これで 48,840 円。うん、まあ、ちょっと値段的には高額な部類には入るかもしれないんですけども、うん、まあ、何よりも一番安全性をとって、うん、まあ、その中にレースとかでも使えるような冷却効果であったり、はい、空力であったりとかを全部備えてるって形のものになります。他なんかあります。逆に次はこう手が出しやすいヘルメットとかがあればいいんですけど、これはジロのシンタックスのミックスのアジアンフィットですね、はい、これ特徴は。これは2万円クラスのヘルメットになるんですけど、はい、まあ、ミップスが機構としてついていて、それでいてアジアンフィットになってますので、はい、正直結構なかなかこう頭の形的に合うヘルメットが見つかりにくいって方でも、うん、大体どなたでも被れます。アジアンフィットに関してはかなり真剣に取り組んで作んでるメーカーになるので、実際に僕ら日本人が頭を入れた時の被りの心地の良さっていうのは、もういろんなアジアンフィットの中でも多分群を抜いて被り心地はいいと思います。アジアの証券というか、アジアのサイクリストも人口が多いっていうことなんですかね。そうですね。ちなみにこっちの 48,000 の方は、はい、アジアンフィットです。アジア、これもあるんや。基本的にどのモデルもアジアンフィットあるって感じですか。ジロのロードバイク向けのヘルメット昔は全部アジアンフィットなんです。すごっ。ジロはね、結構全国のショップで買えるんで、はい、もし気になった方はショップでいろいろ質問してみてください。はい、お願いいたします。ありがとうございます。そしてこちらがマックオフブースになるんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日推しの商品とかあります？
まあ、あの推しというかもう本当にあのベストセラーロングセラーなモデルになるんですけど、はい、このピンク色のナノテックバイククリーナー、はい、これどこの自転車屋行っても言いますもんね。今そうですね、絶対売ってますからこれ。1994年にこれができて、はい、で今今年でちょうど30周年を迎えてて、え、もうそんな売ってるんですかこれ。そうなんですよ、このピンク色なんかコカ・コーラみたいに、はい、創業者の一部の人しかレシピを知らないっていうそうなんですか。はい、そういうあの秘密に包まれたけど、まあ本当によく落ちる洗剤で、お客さんにも口コミで他のお客さんにあのこれ使ったらいいよとか言って、それであの新たに買っててくれたりとか、広がっていってる感じがします。口コミもあると。口コミもすごくあります。特徴聞いてもいいですか。30周年続いた特徴、はい、ナノテクノロジーのちっちゃい細かい粒子が汚れの下に入り込んで、はい、で泥を浮かせて落としますよっていうのが特徴になります。でマックオールがとにかくすごい環境に配慮してて、こういうちょっとピンク色の見た目なんですけど、はい、めっちゃね環境悪そうなんですが、なんですがあの環境にも優しい作りになってます。はい、他何かあります？あとは最近あのすごい評価高いのはこのシーラントですかね。はい、まあ、ラテックスベースで黒い粒々がちょっと入ってるシーラントなんですけども、はいはいはい、とにかく穴を瞬時に塞ぐっていうのが特徴で、うんうん、まあ、実際私たちもあのいろんなメーカーのシーラントと一緒にあのどれが一番早く塞がるかみたいなテストをして、はい、瞬時に塞ぐっていう点ではあの自社のテストでもいい結果が出せています。で、まあ、特徴としてはあの結構粘度が強めというか、はい、ちょっとドロッとしてるんです。粘度が高いのでタイヤにこう定着して一周ぐるっと残る感じで、うん、ので、もうあのどこで穴が開いてもそこから外に吹き出しながらすぐに止めに入るっていうのが早いと思います。今回紹介したジロもこのマックもそうなんですけど、どこのショップでもマジでやってるんで、でもほんま気になる方は一回ショップ行って聞いてほしいですね、話を。はい、はい、ぜひ皆さんあのショップ行った際は、あ、これがマックオフか、これがジローか、見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。続きましてリドレーブースにやってきてます。今日の目玉と言ってもいいんじゃないかなという車体がありますので、 そちら紹介してください。お願いします。はい、今年から発売しましたファルコン RS というモデルです。また早そうな名前ですね。まあ、そうですね、早ぶさですからね。カテゴリー的にはオールラウンドモデルです。はいはい、リドレーでいうとエアロモデルのノアというモデルと軽量のヘリウムというのがあったんですけど、はい、そこがミックスして出てきたのがファルコンというモデルです。あの2つ重なっためっちゃ強ないですか。そうですね、だって人気、はい、人気種ですよ。そうです、そうです。根強く日本でも 長く販売してたんで、ね、じゃあノアはもうなくなるんですか。なくなっちゃいます。なくなってファルコンになった。はい、そうです。ヘリウムもなくなってファルコンになりました。これもファルコン一択みたいな。あ、そうです、はい。まあ、2つモデルあるんですけど、ファルコン RS というハイエンドモデル、はい、で同じ金型を使ってて、カーボンの材質を落としたモデルっていうのがファルコンっていうので、はい、なるほどね、はい、出てます。ちょっと今回まだ間に合ってなかったんで。あ、今回で RS だけ来てる。だけです。初お披露目ですか。今日。そうです。鈴鹿で初お披露目は初めてです。え、すごっ。カーボンとかはどこのカーボン使ってるとかあるんですか。まあ、あえて、まあ、名前は言わないですけど、まあ、皆さんご存知のところの、はい、まあ、トン数でいうと60トンと40トンっていう高反発なものを使ってます。じゃ結構剛性感は高め。高いですね。高め、はい、基本レーサーモデルに近い。やっぱりそうですね、って感じですかね。はい、あ、本来逆に言うとロングライドばっかするよって方は、うん、あのゆかりさんが乗ってる、やっぱりそうですね。どちらかというとフェニックスっていうシリーズの方がやっぱり振動吸収性であったりカーボンのしなり具合がいいんで、そちらをおすすめしますね。フレーム売り、完成車売り。基本的にはフレーム売りです。でバイククラフトってあの僕らがちょっと提案させてもらってる、はい、フレームプラスシマノのパーツだけついてるっていう、はいはいはい、パーツのセット販売っていうのがあるんで、はい、それだと、まあ、例えばホイールとかを後で買ってもらうっていう。ホイールはなんか選べるから、はい、それはまあカスタマイズしてね。そうですね、うん、じゃあちょっと試乗させていただいていいですか。行ってみてください。はい、では試乗初日ですから嬉しいですね。はい、では試乗行ってきます。はい、では試乗行ってきます。あ、本日初の試乗コース、はい、お、これね、若干上りと平坦があって面白いコースなんですよ。おお、これすごいスムーズに進んでる。え、すごっ。加速ってこんな気持ちいいんやってぐらいスーッとまっすぐ行ってる。それまっすぐなんか分かります。横にぶれない。普通に漕いでまっすぐ力が入ってる。ものすごい前へ前へってバイクですね。気持ちいい。これバランスがだからものすごいんでしょうね。乗った時に本当力にロスがないっていうような感じの構造なんやと思います。で上りよいしょ。あ、上り、あ、これ地味な車道でしんどい。あ、でもまあまあスイスイってます。ヘリウムのね
血を受け継いでるというとこあって、ついていきます。ただザコの僕からしたらちょっとあのぐらいの差が行ききれますね。ザコなんで。はい、コーナー。ああ、なるほどコーナーもね、ここ行きたいなと思ったら綺麗にそれ行く。なんならちょっと余裕くれるぐらいコーナリングいい。ここ曲がりたいと思ったらそのライン余裕持っていける。まだ奥行けたなっていうぐらいになりますわ。え、すげえ。ちょっとコーナーで緩むじゃないですか、速度が。その後もぐん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 前へ。しかも力んでなくて、ただ回してるだけで前へ行く。ただね、行って思ったのは、僕が思ってるよりか剛性感高かった。剛性感は高いです、これ。だからほんまパワーある人が踏んだら、これが横に力が逃げへんから、それこそものすごい気持ちよく、さらにものすごい速さでまっすぐ行くと思う。一本線が通ってるような自転車ですわ。こう綺麗にこう一本線がこうね、力強くこう漕いだら、やっぱりどうしても左右にパワーのムラが出ちゃうと思うんですよ。こんだけちょっと無理にやってもあんまぶれてない。すごいまっすぐ行く。めちゃくちゃバランス型。はい、戻ってまいりました。ありがとうございます。僕はですけど、上り平坦どっちも行ける自転車ですが、平坦の方が好きかもしれない。なるほど。おー、踏んだ時ブレないから。ブレないっていうのと、上りも逆に言うとダンシングすると、あ、ダンシングしてない、ちょっともう一回やってきますダンシングするとね、すごい剛性感が、はい、フロント部分、後ろ部分で、はい、めちゃくちゃ均等になってるんで、あ、めっちゃ振りやすいんですよ。わざとこうちょっと振ってみたんですよ、下手に振ったんですよ、でもブレないんですよ。そう、それがね、すごいバランスよくできてるんで、ぜひダンシングしてほしかったですすいません、ぜひ皆さんは乗るときダンシングしてみてくださいまた今後もこれ試乗会結構あるんですね。そうですね、またいろいろと出ていきますんで、はい、ぜひ皆さんね、試乗できるタイミングでファルコンRS、はい、乗ってください。お待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで焼けました本日1日、まあ、ブースをいろいろ回ったんですけども、まあやっぱこういうとこだからこそある商品とか、新商品の発表のね、お披露目のバトンもなってるんで、で試乗もできるし、まあぜひ皆さん興味がある方は来年また島の鈴鹿ロード行ってみてはいかがでしょうか。はい、でレース出たい方はね、それでいろんな部門があるんで、その中から自分に合った部門出ていただけたら思いますので。そして、今日1日動画撮ったんですけど、これだけじゃないんですよ。もう一本撮ってます。この動画何かと言いますと、レーサーが勝つためのこだわりっていう動画撮ってます。でそちらがまた近日中にアップされると思いますので、皆さんチャンネル登録と高評価押していただき、そして通知ボタンも押していただき、その動画も見ていただけたらと思います。というか毎回見てください。よろしくお願いします。本日は三重県鈴鹿市からお送りしました。ありがとうございました。